違いは、音質っていうのはやっぱりとても研究されたものなので、あのそれこそ、まあ、生にこうより近く研究されているものなので、その音質の違いっていうのはそんなに多分聞く人が聞かなければないかもしれないですけれども、やっぱり私たちとしてはこう弾いた瞬間にすぐ大きな音が出るとか、その反応の良さとか、そういった意味であのちょっと楽な楽器ですね。弾くのにちょっと楽です、こういう激しいものが。サイレントの楽器っていうのが出てるのはもちろんとてもこう街角で見かけたりとかして知っていたんですけれども、やっぱりこういったエレキの楽器っていうのがまずビオラではないんですよね。あのエレキバイオリンっていうのは結構